チャンネルグラをご覧の皆様こんばんばは嗅、えー、国シンクタンクの研究所兼ということでお何をお話ししようかと思ったんですけれどもあの実は現在発売中の雑誌「正論ですね月刊誌」の正論というのがあの産経新聞社が出しているのがありますけれどもあそこにあのちょっと簡単な短い文章を寄稿いたしましてこれはなかなか面白いんじゃないかというあのちょっとおだてられましたんでその中でお話を少ししてみようかなと思います。 正論のお題としましてはこれはあの昨今あの話題になりましたアビゲル・シュライアーの「トランスジェンダーになりたい少女だ」というあの本ですね。でこれはあのいわゆる左派系の人たち LGBT の活動家の人たちがあの書店で売らせないもともと k 川からあの翻訳が出るはずだったのがこれがあの妨害にあって角川が断念してでその産経新聞出版がまあ出すことになってあの書店であのところで 扱わなかったり、あるいは放火をそのするという脅しがあったりですねあのですからまあ差別の当たり屋とは言ってましたが差別の放火にあに昇格をしてしまったというそういった、まあ、あの物議を醸した本でございます。でこの本について、まあ、お題について書けというふうなことを言われまして、まあ、この本自体はあのいわゆる何と言いますかね、まあ、この本の本現代はこの、えー リバーーシブルダメージというですねあのこれはまあ日本語に直訳しますと元に戻すことのできないダメージということであの10代の,あの特に少女たちですね、まあ、あの男性のケースはほとんどなくて基本的には少女たちの事例なんですけれどもそれがあの一時の、まあ、気の迷いでと前とここではそうをうしておきますがあのトランスジェンダーではないかと自分が思ってしまってあの薬の投与を受けたりあるいは外科手術を受けたりしてあとになって非常に後悔をすると。でなんでそういうういい現象が起きたののかというのを あの報告してままとめた本でございますで基本的にはそのトランスジェンダーになの外科的な手術あるいは薬物投与を受けたことに後悔する人たちの話なのであのそれをやっぱりトランスジェンダーをあの推進したい人たちというのはこれはあのー、非常にネガティブに言っていると。で例えば彼らの,その,、まああのこの本をヘイトボンだというふうにですね、まあ、あの認定する人たち、まあ、この立場は さまざまではあるとは思うんですがその基本的なですねあの考え方の背景には、まあ、フェミニズムの強硬派たちが言ってるのはこれはつまり彼らによればあの異性愛、まあ、男女が愛し合うと異性愛ですけれどもこれはヘテロセクシャルの、まあ、女性を愛する男性が女性を支配するために強制したものであって幻想なんだと。 だから社会的にまあ規定された性としてのジェンダー、まあ、動物的なあの性がまあセックスだとすればジェンダーというのは社会的な性という,うに言われるんですがこれも男性性が作り上げた女性支援の装置ででああって幻想であるとでこの中で今回の,そのトランスジェンダーになりたい少女たちの中で引用されているのはこのトランス,作トランスの,そのまあ作家であるアンドレア・ロング・チューというおそ、まあ、らく中国系の女性だと思いますがあのこの人が女性というのはこれは他者の欲望によって定義される普遍的な存在である。 というか形で、まあ、例えばこれ男女の,その身体の特徴、ね、特に女性の,その身体的な特徴であるとかあるいはその生物学の、まあ、男女オスメスそういったものの私有のです、ね、知見をこれ完全に否定しているという、まあ、そういう事例がまあ紹介されていると。でそういったあの言ってみればあの男女の性差というものはこれは勝手に作らされた作られて共有されてきたものなんだと。 だから社会はそういったあの本来その男性が支配女性を支配するために作られてきたそのまあ彼らの言う幻想これ幻想だということを無視して多くの人々があの異性愛だとかジェンダーを共有されてきたんだとだとから少女たちが本来の自分を回復してトランスジェンダーになるのは実に望ましいことであって本来の姿を取り戻す意味で望ましい。だからこの概念に従って まあ普通のといいますか多くの標準的なその価値観の男女特に親から見れば過激なジェンダー教育を行う教員だとかあるいはトランスジェンダーになったらいいよというそういうふうに導くインフルエンサーあるいはまあ治療と称してその医療行為を行ったり薬を投与したりする医師カウンセラーそういった人たちの言動は正当なものだからそれをいかんというそういうトランスジェンダーというのは絶対的な正義なんだと。だからそこに疑問を持ってですね あるいはそれが問題だと指摘するのはこれは正義に対する悪辣な挑戦であるからヘイトなんだとだからそんなものを論じることさえいけないんだというのがこの人たちあの人たちの基本的な立場ですがご考えない時のはあの人たちの立場はそうだということですね。 であのでところがまあ実際にそういう医療的な問題がいろいろ指摘されているという事例があるのであればもちろん私はあの医療の専門家ではないんでシュラエの議論の中でおかしなところといは多分恐らくあるんでしょうとで問題の箇所もあるんでしょうとただそれはまずはこういう奨励集を出した上できちんとそれを検証すればいい形だってそれを認めない絶対ダメだという。 ましして出版もさせないといいととうのははこれはちょっとやっやぱり明らかかにおかしいよねだから本来であれば言論の自由というのはあのいわゆるリベラルの人が一番重視しなければいけない価値なんであって彼らこそがやっぱりそれはおかしいだろうと自分と意見が違ってももし本当にまずいんであればそれをきちんと論白して否定すればいいじゃないかということをリベラルの側があのそれこそ朝日でも毎日でも東京でも言えばいいと思うんだけどもあの彼らはそういうふうに言わないむしろあのこの本を売ること自体が社会悪だみたいな方にやっぱりこう加担してしまう。 わけですね、でそれはやっぱり問題でしょうというふうなことが一つ書いたわけです。でまあ,あの実はあの正論の編集部からあの原稿のご依頼を受けたときにはですね 実は私だけじゃなくて何人かの方がこういうことを書くんだろうと思ってたんであんまりまあここを深掘りしてもよかったんですがここのことはあのまあちょっとそれぐらい簡単にあのまとめるだけで結果的に蓋開けたら僕しか書いてなかったんで <laughs> あのもっと書きゃよかったと思ったんですけどでただあのこの実際にこの本を読んでいてあの非常に。 ちょっとこれとは別の次元であの印象に残ったことがあるんでそのことをちょっと今日はお話ししようと思ってるんですね。まあ、今言ったたことととは多分いいいいろんんな方方が指摘されれれてる思思うのでで、まあ、それは多分そちらの方を読けばますで何かというとこのシュライアの本っていうのは基本的にはシュライアという人がおそらく彼女はユダヤ系です、ね、ユダヤ系というのはあのユダヤ系の学校に通っていたという自分がそういう記述がありますんであのユダヤ系のアメリカ人ということだと思うんですけれどもで、まあ、アメリカ人なんです。 アメリカ人なのでアメリカの事例を観察をしてアメリカ社会をそこからまあ,あのアメリカの,その問題点とあぶり出すということを言ってるんですが結果的に彼女の書いてるところというのはそれはあの今のアメリカ社会といいますかアメリカ社会あるいはアメリカの文化的な背景っていうものが実は結構随所に見て取れるというふうに私は印象深かったんですね。例えばこのシュュライイがいろんな人にインタビューしてますで面白いのはあの例えばあの中西部なまりのこんな英語で話すだとか。 テキサスなまりの英語で話すとか、まあ、英語のりでそのインタビューした相手がどういう英語を話すかというようなこと結構どこの地域の鉛りのかを書くわけですねでこれはやっぱり多分そのどういう発音をするどういうしゃべり方をするということが社会の階層だとかそれによってある程度イメージが湧くという多分そういったことがおそらくアメリカ人の中では多分例えばなですよ日本だとなかなかその辺ないですよね。例えばまあざっっくり関西弁っていうことがあったとこあたしても、まあ 京阪神の地区で生まれ育った人の中ではいや大阪といっても広うござんすあの京都とは言葉全然違いますけどまあでもそれ以外の地域の人見たらなんとなくざっくり関西の人東北の人九州弁の人って、まあ、それぐらいと思うんですがあのそれがやっぱりアメリカなんかだと言語と社会階層ってすごい結びついて理解されるんだなまあそれも印象的だったんですがもう一つはですねやっぱりこの今の,その左派系の人たちが多くという形で目覚めたということを言ってるんですけれどもこのなんと今先ほどの あの引用したあの中という作家ですねトランス作家の言葉でなんかもそうなんですがもともとやっぱり人から押し付けられた性を本来のものを獲得すると自覚して獲得すると、まあ、いわば覚醒するというふうなあのモデルで,でそこにその、まあ、少女たちがいろんなインフルエンサーだとかあのカウンセラーに、まあ、よく言えば導かれる悪く言えばそそのかされていってしまうというその現象なんですけれども実はこれって。 ちょっとその見方を変えると実はアメリカという社会があの右も左もいわゆる政治的な立場でこのフランスの人たちは左に左派、まあ、リベラルと言っていいと思いますがそうではなくてこの覚醒するといいますかあのそれはいわゆる右側の人たちも多々あったわけですね。いわゆる4年前の大統領選挙の時の旧安王や連邦議会のです、ね、襲撃事件をやった人たちあの人たちはネットを通じて真実に目覚めちゃったと。 目覚覚めるるる醒すすとといいうこででスイッチが入っっちちゃたた人たちがいるわけですで実はその「目覚める覚醒する」という言い方で言えばこれはキリスト教のボーンアゲンという体験があってそれこそあのブッシュ・ジュニアが若い頃は飲んだくれでアル中だったんだけど奥さんと結婚して酒をたって宗教の体験を目覚めましたということでこれ話題になりましたけれどもあのキュアノンのようなあっちの過激な、まあ、極右とは言っていいのかどうか分かりませんが保守の過激派ではなくてもですねあの、まあ、ブッシュ・パパ ブッシュ・ジュニアは、ね、ュュあれをまあ保守というのかというと、まあ、綿瀬先生に安直に言うと怒られそうですがただまあいわゆるまあサハリベラルではないことは確実なわけですねそういう人もいるとでもともと例えばアメリカであの一つの単独の教派としてはですね、まあ、実はキリスト教の中ではプロテスタントとトカトリックと分ければこれはプロテスタントが圧倒的に多いわけですが単独の主派として見た場合実はカトリックの方が多いわけです。 でプロテスタントいいろいろ分かかれてますからこれはあの以前の,あのクララの番組で宗教ミートリズムのところでもお話しましたが例えばプロテスタントと言われる中にはあの長老派プレスビテリアがあったり聖公会があったり、まあ、バプテストがあったりいろんな形で分かれるということあのフレンド派、まあ、クエカー教徒がいたりという形で分かれると言いましたがその中で一番単独の教派としての宗派としての最大勢力を持ったのはこのバプテストなんですね。 で南部バプテストというのはこれは非常に大きなのバプテストってこれは何かというとこの人たちはもともと最先例派という形を言っていて、まあ、あの細かい議論省略し,してざっくりと言うとどういうことかというとキリスト教世界では子どもが生まれてバプテスト以外のこれは例えばカトリックでも正教会でもそうだしからスプロテスタントの中でもルター派だとか。 カルバン派だとか長老派なんかは自分の生まれた村なり町なりの教会で洗礼を受けるのは当たり前だよね子供の時に生まれた親から生まれた地域で親の通ってる教会で洗礼を受ける当たり前だよねとでその中で教会のコミュニティの中で自分の地域のコミュニティーの中で生きていくんだよねというのがこれが基本的な考え方なけですけれどもバプテストはそうじゃないというわけです。 勝手に親から洗礼させられたというのは、これは真の信仰ではないということです。だから、自分が信仰に目覚めて、自分の意思で洗礼する教会を選ぶんだというのは、これをバプテストの考え方です。で、もちろん目覚めた結果、バプテストはいいと思えば、そのままでもいいわけですが、ただバプテストの基本的な考え方はどの教会で洗礼を受けるか、自分で選ぶというところで始まった運動なんですね。だから、これは言ってみれば、既存のキリスト、それ以外のキリスト教の。その教派宗派から見ればとんでもないわけです。 つまりその村町の共同体にキリスト教がコアになって町の共同体できているで当然そこのここで生まれたんだからその土地の教会で洗礼を受けるのは当たり前だというのにいや俺は嫌だとここじゃなくてどこで受けるか俺に決めさせろというのはこれはコミュニティを破壊しかねない形なんでだからヨーロッパではもともとドイツから始まった運動ですけれども迫害を受けてアメリカに渡ったわけですでそこでアメリカであの拡散したわけですね。で言ってみれば 生まれれた時のの状態でなくて、てそれを自自分が成長して自覚的により良いものを獲得するという。で、実はこの発想というのがあのアメリカ人の中にかなりこういう脅迫関を持っている人がいるんじゃないのかとだか例えばボーアゲンだとそうですよあれバ必ずしもバプテストじゃなくていわゆる福音派と言われているグループですけれどもあれは今までの自分の信仰じゃなくて新たに自分が信仰に目覚めましたとここから初めて自分は新しい主義はなるんです。あるいは 何かのきっかけでディープステートに支配された世界のや光と闇の構図に目覚めたというその覚醒ということでスイッチが入っちゃった極右の人たち極右とまで言わなくてもじゃあ陰謀論者の人たちそうでなくても例えばボーン・アゲンド大気の生徒たちで例えばそういった同じような形でトランスジェンダーの人たちというのも実はそのアリュなんですね。でそここで例えばこの トランンスジェンダーになりたい少女たちの中でその教育現場における活動家の行動っていうのはいくつか紹介されてるんですけれどもここでカリフォルニア州の教育委員会が幼稚園のの教育先生向けけにでですすね読み聞かせのテキストをいくつか進めてるわけですでその中でシュライアーが紹介してるのは「あなたは誰子供のための政治人入門」というこういう本があるんですけどこの本で冒頭何て書いてあるかと非常に印象的なんです。今言ったみたみいに バプテストの人たちがが要するに子供は自分でで宗教を選ぶことができないだから自分の意思で信仰を自覚した成人が自由な意思で洗礼を受けなければならないのと同じような形でこの「あなたは誰?」の冒頭何て書いてあるかでこれはあのー、翻訳の日本語その原文ではなくてごめんなさい翻訳の日本語をそのまま引用しますけども赤ちゃんんは話すことができませんだから大人は生まれてきた赤ちゃんの体を見て性を決めます男か女か。 これれれが生まれたたに与えられた性ですとで。それを後に自分が自覚的に疑問を持ってでそしてトランスしていくことはだからいいことなんだと自分で獲得するんだとで実際この「あなたは誰?」というのはその後に男女のほかにこれ以外にもいろんなその性の選択肢というのを出すわけですね。 で例えば小学校に住んだ子どもたちはカリフォルニアでは例えば LGBT のトランスの後にクイーがあるノンバイナリーがあるという、まあ、そんなさまざまないろんなジェンダーの人たちが分類してますけどこれを今暗記するほど叩き込まれているという報告がある。で活動家たちは現実にその存在している分類を示しているだけだというう言ってるんですけれども実際にそういうものがあるんだよ男女だけじゃなくてそういろんなのがあるんだよということで子どもたちに教え込むということは例えばそのまあ あの春季の時にアイデンティティに悩むということ誰にもあるわけで別にそれは性に対するアイデンティティじゃなくても自分は何者なのかということはみんな悩むわけですけれどもそういう時にこういろんな選択肢があるということをこれを選ばせる方向に誘導してるんじゃないのとだから自分で選ぶ自分が生まれた時に与えられたものをそのまま生きるんじゃなくて自分が獲得することがいいことなんだ,だそれ例えばバプテストそうですよで例えば あのそういった時に例えばかつてはそのおてんばという、まあ、今はもう死後になったのかなおてんばという言葉があっておてんばとかおきゃんとかあ,ってあるいは男勝りのというのもこれは何か差別げということでおそらく多分今普通の地上波ではなかなか言えない言葉になっていると思うんですがあのそういったタイプの女性が例えば10代の女の子が「 あ、自分が男だったら良かったのにという思うことは。多分こんなことごく稀にあったわけでだその時に自分が男だったら良かったのに、というおてんばな。女の子というのは、何も自分を肉体的に男性したいという風なことをおそらく多くの場合思ってないわけですよ。単純に社会的な例は,は男だったらもっとこの気を使わなくて、おしとやかになんて言われなくても良かったのにという。そういうレベルでいて。でもその時点で多くの。その女の子たちは。 自分が女性であるという肉体的に生物学の女性だという枠から飛び出ようとしてないんだけどもそこに例えばこういう性の選択肢があるだからそれを飛び越えるとはいいんだよということを聞いてそれを理解してくれない大人たちが悪いんだよということを例えばインターネット上のインフルエンサーだとかカウンセラーがこそこそって言っちゃえば一定の割合でそっちにフラフラっていく人が出てきてもこれはしょうがないよね。でなんでそうなるかというとこれはさっきも言いましたけども生まれた時に与えられたものじゃなくて自分で選ぶことが大事なんだという。 多分そういう価値観というのが実はこれはそのトランスジェンダーのそういう性的なところにもあるんだけども実はよく見てみるとアメリカっていうのはそこだけじゃなくてバプテストがそもそも宗教教会を選ぶというところが始まりあるいは目覚めたということで今まで生まれたままの知識なくて新たに目覚めるそれが、まあ、あの極端の方向に行くと例えば Q アノンディープステッドロになったりだからそういうその覚醒ということですよね。覚醒ということである程度の,そのスイッチが入っちゃって かなりその極端な方向に行ってしまう人たちに言ってもわれるで逆にその覚醒をすることがポジティブに語られる覚醒することがいいことだと語られるというのが実はアメリカ社会の一つの特徴なんだよねとあのいうふうなことをあの私はかあのこの,あのトランスジェンダーになりたい少女たちというのを読んで多分おそらくこの本の趣旨とは全く違うところなんですけど一つのアメリカを理解するといいますかアメリカを観察するあの視点として重要なんじゃないのかと、まあ、いうふうに思ったわけです。 まあ、あの覚醒してですねなんか新たなことを知って知識を成長して新たな知識を得てでいろんなことを目覚めていくことはいいと思うんですがただまあそれが極端な方向に行くっていうのはですねやっぱり覚醒っていうのは怖いですよあの覚醒剤っていうのはあるぐらいですから。 まあ皆さんですからそういう意味でもあのほどほどになさっていただければというふうに思うわけでございます。えー、以上簡単ではございますがと言いつつそこそこ話をしましたが私なりにトランスジェンダーになりたい少女たちを題材に考えてみたことをまああのお話しました。まあ、詳しくはあの雑誌正論の6月号にまだ他の話もあの書いておりますのでその辺を併せてお読みいただければというふうに思います。以上でございます日本には近代政党が必要だ 近代政党というからには、ちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない全くこれまでと違った局面に今直面しているのではないのか、その税金がどういうふうに使われてるんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかチャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。